おすすめするソフトはおしゃれハムスターと暮らそう、一緒にお出かけ。これね DS 版でもね出てるんですけど、 3DS になってまた出たんですけど、まあ出たんは結構前なんですけどね。まあ僕ペット今飼ってるんですけど、ペット飼う前はこういうペット育成シミュレーションゲームで、癒されてました。まあこれで満足できずにペットを飼い出したっていうのが、まあ、実情なんですけど、だから、これで我慢でき、てればいいんですけど、僕の場合は我慢できずに、可愛いんでね、光の加減で見にくいんかな、これ。久しぶりなんでね、僕もちょっとやり方が忘れたんですけど、光の加減で見えてますかね、ちょっと 見えにくい画面ですよね。まあ実際ねハムスターは僕も一時飼いたいなと思ったんですけど、寿命が長くて2年、まあ、大体1、2年なんでね、それでは情が移ってしまってとてもやないけど悲しいし、それ以外にもペットを飼いすぎたんでね、もう飼わないんですけど、こうやってねゲームで飼ってるつもりになって、結構リアルでしょ、写真っていうかハムスター自体は。可愛いでしょ。ちょっと分かりにくいか、白のハムスターでは。DS 版もあるんでね。ちょっと DS 版もこの 3DS 版も中古のソフトであまり出回ってないし、人気があるのかしてね、あまり出回ってなくて。なおかつ売っててもちょっと中古にしては高かったりするんでね、まあちょっと部屋の中というかゲージ、ちょっとまあ非現実的なゲージなんですけどね、DS 版は
現実感のあるゲージなんですけど、 3DS はおしゃれになった分だけちょっと非現実的な、ゲージになってるんですけどね。あ、これすれ違い通信か。もうね、あ、僕も正直やり方忘れちゃったな。まあ見てるだけでね、癒されるし、本当に勝ってる気分になるのはなるんだよね。これがセーブで、で僕データ3つ使ってゲーム終了する。いいえ、あれ最初の画面に戻れへんかったな。それで最初の画面に戻って続きから2番でもね、買ってるんですよ。かわいいでしょ。まあこう世話してるうちに本当にね、まあ買ってる気分になると思うんで、まあこれでね、ペットショップでペットを飼わずにゲームでね、満足してほしいなと思います。怖いでしょ、おもろいでしょ。あ、キュウリが好きみたいですね。
これがね、確かね、まあこんな、まあ、ゆるいゲームですけどね、のんびりと、癒されるゲームなんでおすすめしたいと思います。またね、いろいろこんな、ゲームをね、紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。おしゃれハムスターと暮らそう。これでした。それじゃあね。バイバイ。